綺麗ですね。花沢さん、山吹伝説って知ってる？いいえ、どんなお話ですか？昔江戸城を建てた太田道灌という武将の若い頃のお話よ。ある日、道灌が鷹狩りに出かけた時、にわか雨にあってね。すまぬが、蓑を貸してはくれぬか。でも中から出てきた年端もいかない娘は、黙って山吹の花の一枝を差し出しただけ。花などいらぬ、蓑が欲しいのだ。濡れて帰った道灌に家臣は、七重八重、花は咲けども山吹の、蓑一つだに泣きぞ悲しき、という歌があります。貧しい娘は山吹の実と蓑をかけて、蓑はないと伝えたかったのではないでしょうか。娘の賢さに感心した道灌は、自分の教養のなさを恥じて学問に励み、後に文武両道を兼ね備えた名将と言われるようになったんですって。へえ、よく知ってるんですね。私も父に教わったのよ。